こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは着物の時のバッグ。以前から着物の時バッグどんなん持ってますかとか、最初はどんなんがおすすめですかっていうリクエストが多かったので、今回動画に撮ることにしました。ここにあるのは全て私物の一部なんですけど、今から何個かご紹介しますね。それでは始めます。スタート。バッグ紹介していこうと思うんですけど、ちなみにスタッフさんは何か予定ありますか？今度浴衣でちょっと出かけようかなって思ってるんですけど、浴衣着るとき手が開く方がいいなって思って、でもどういうバッグがいいんやろってちょっと悩んでます。浴衣の時のバッグ？そう、確かに確かに。でもちっちゃい方が可愛いやんか。何それ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやん。これどこで買ったんやったっけ？なんかの洋服屋さんで買ったと思う。巾着ついてる。こういうカゴバッグが浴衣にぴったし合うしさ、で腕にたこ焼き買ったり焼きそば買ったり、だって歩くやん。する？ヨーヨーとかする？ヨーヨーはシーピンかな。なんかしたくなってもこうやって腕にかけられた方がいいから、ここちょっと余裕あった方がいいかもね。あと軽いやつがいいよな。重いだけでも手がしんどい、でここに線つくの嫌じゃない？めっちゃわかります。なあやし、こういう持ち手が一回かけて痛くないやつとかがいいかもしれない。ちょっと大人っぽくしたかったら、こういう形がしっかりしたものだとちょっと大人な感じになるかもしれん。それめっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いやん。もうちょっとこうペットボトルとか入りそうなやつありますか？サフランバッグとかやったらめっちゃ余裕で入るし、夏もいけるから。雨みたいな感じの生地なんやんか、このシリーズ。涼しげやし、雨降っても大丈夫やから。撥水加工されてるってことですよね。弾くし、このシリーズは夏でもいい感じです。夏祭りって人混みとかも多いし、なんかなるべくバッグいっぱい荷物なるの嫌やしな。いやほんまにそうですよ。振りていかへん、帰りしなの時。ビニール袋とかさ、せっかく行きしな可愛いバッグ持ってたのにさ、ビニール袋プラスされたらもうなんかちょっと台無しやし、なるべく1個にいっぱい入るやつの方がいいかも、ね。他にはどんなシチュエーションがあるかな？あんま着物で出かけないんですけど、なんかこう普通に買い物とか行きたい。夏やったらこういうカゴバッグやったら、浴衣とか紬とか木綿の着物とかめっちゃ合うからいいかも。お家にもあってもいいし、基本的に服ばかり着るっていう人でも和服にも合いやすいから。確か1個あったらどっちにも使えそうですね。そう、口が大きいのもめっちゃいい感じ。これも巾着。それめっちゃ嬉しい。着物着てるとなんかバッグの口がすごい開いてると謎に不安になるんですよね、私。でもわかるかもしれへん。めっちゃ確認するもん。そう、なんか定期落ちてないかなとか。あすごい安心して、あんま着ない人でも持てそう。そうやな、バッグの口はちゃんと閉まった方が確かに安心。あと夏じゃない時のお買い物やったら大きい方がいいし、お買い物にめっちゃいいのはこれ、岩佐さんのバルーンシリーズ。さっき言ったさ、口が開いてたらちょっと不安ってなったやん。はい、それがもうマグネットでぴったりひっつくから、しかも軽いね。軽く開くね。それめっちゃいいですね。お会計の時とかもたもたしてたらちょっと目立つやん。いやめっちゃわかります。着物着てるだけでも目立つのに、改札とかでももたもたしてるとかっこ悪いから。めっちゃ軽いし、ペットボトルも入るから、もうお出かけの時はもうだいたいこれ3色から選んでるっていう感じ。今日やったら紫っぽいからこれにしようとか言う。コーディネートしやすいし。で、よくこの タッセルをちゃうやつつけてやってはるさ、サークルメンバーさんとかめっちゃ可愛い人で、つけてる。それもおしゃれやった。洋服にもモテそうですね。ディナー行く時とか、なんかそういう時にも良さそうですね。ワンピースとかに。確かに、この自立するからちょっと高見えするよな。感激行く時とかも良さそう。そう、これぺっちゃんこにしても大丈夫やから。背中に置きたいやん、はい、レストランとか行ってもカゴないところとかあるやんか。そういう時にこれもう背もたれさ、ギュッてなっても全然また戻ってくれるからさ、安心やね。めっちゃ肩崩れもそんなしいひん感じですね。前東京までリュックサックで行った時にぺっちゃんこにリュックに詰めて行ったけど、全然パーンって戻ったから。肩崩れするやつはそれはそれでいいんやけど、可愛いですもんね。他になんかシチュエーションって言ったら、歌舞伎とかコンサートとか。感激か。そういう時はパンフレットとか入れたいよな。なんかパンフレットとかよく感激行くんですけど、こうどうしても折らなあかんっていうのがちょっと悲しいんですよね。結構好きな人のパンフレットやったりすると可
反撃やったらこういうちょっとカチッとしたそれ着物用バッグねんけど、ひょうたんの柄で、ひょうたんは無病息災の意味があって、なんか6個のひょうたんとかが結構帯のモチーフとかであんねんけど、縁起がいい柄やねんな。中もなんかいっぱいポケットつけて、ペットボトルも入って、パンフレットもこうふんわり入れたら折り目がつかへん。ほんまや、めっちゃいいですね。たまにさ、パンフレットめっちゃいっぱいあるときない？え、わかる。あれ、ちっちゃいカバンで行ったらもうずっと手で持っとかなあかんやん。その後のお茶しに行く時もずっと持っとかなあかんって、うんうんうん、もうぐちゃぐちゃになっていくから、だから大きめのバッグがいいかもしれへん。こういうところになんか鍵入れたりとか、うんうん、カード入れたりとかできるから、なるべくこのポケットがいっぱいあるバッグの方がいいかも。めっちゃ使いやすそう。着物のバッグってもう着物しかあかんねんやって思ってたけど、普段あまり着ない人でも使いやすい、うん、私とか、うんうん、でも使いやすそうって思った。そんなん私気にしてへんかもしれへん。着物用と洋服用って、であとは色でターコイズブルーの帯締めとか結構するんやけど、うん、そういう時はバッグとこの帯締めをターコイズにしたりとか。え、それめっちゃかわいい。瓶型染めやねん。瓶型染めって何ですか？瓶型は沖縄が産地なんやけど、着物とか帯の伝統工芸で染め方、染めの一種って感じですか？そう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 、瓶型染め。はいはい、はい、この色合いが独特ですんごい綺麗な色ですね。綺麗やん。質感もすごい高級感あって、そう、うん、この部分とかすごいこだわりが見えて大好きなバッグ。めっちゃいっぱい入る。ここはチャックがついてるからお財布とかこう貴重品系入れるんだけど、でここはもうすぐに取れる定期とか、うん、なんか消毒液とか。大きさがちょうどいいよな。大きすぎずちっちゃすぎずの選ぶと着物でも上品に持てる、うんうん、あとはお稽古をとされてる方とかも多いかもね。視聴者さん。ああ、そうですね、うん、着付け教室とか日舞とか和裁教室とか、うんうん、そういうお稽古ごとの時はやっぱ軽くって、うん、で大きいバッグがいいと思うんやけど、これ軽い軽い。え、ちょっと触らせてください。あ、すごい、めっちゃ軽い。これなんか見たことない、この生地。今足型見た。今足型見た。ああ。キンペイバッグと同じ生地で、今瀬さんが作ってくださったバッグなんですが、お稽古バッグで、サンプルなんで、非売品なんですけど、うんうん、めっちゃいっぱい入るの。すごい。着物とか帯も入りそう。収納力はすごいですね。しかもさ、やっぱさ、軽いのが一番いいやん。なかなかこういうバッグってなくない？可愛いバッグ。え、ないない。昔ながらのやつが多かったり、うんうん、あとは黒いさ、なんかシャカシャカの控えめなものが多かったりすると思うけど、可愛くない？めっちゃ可愛い。しかも自立するから高級感もあるし、お仕事行く時とかも良さそう。あ、出張の時とかもいいよな、うん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 、それとかお稽古ごとやとお茶される方とかもいらっしゃると思うんですけど、お茶の場合はリキュバッグとかになるんですかね。先生にもよると思うんですけど、こういった形が好まれるかもしれません。これは夏のパナマっていう素材のバッグで、うん、結構収納力はある。他は真四角。結構入りそうですね。結構入るで、これペットボトルも入るし。すごい、パッと見そんな入らなさそうな気がしてたけど、そうそうそう、全然違いますね。綺麗な色と形。そういえば、うん、なんか最近結構周りの友達が結婚すること増えてったんですけど、着物で結婚式行く時とかにおすすめのバッグとかありますか？うん、あ、結婚式はもう絶対服差が入る大きさじゃないとあかんし、であと荷物増えるの嫌やからサブバッグもいるよなってなったら、1個はこういうクラッチとかで、でちゃんと服差入って財布も入ってでっていうのが1個あるとパーティーシーンは便利。服装もバッチシ入るし、長財布も入って、スマホも入って、化粧品も入ってっていう感じで、見た目に反してめちゃくちゃ入んねんけど、1個あったら便利そうですね。うん。で、クラッチが重いとさ、もう持てへんねん。握力何度、何度。いるっていう感じで、持ってるのもプルプルプルって投げたら、クラッチはもう軽いのに限るし、クロークで預けるときとか、あ、なんかこうピシッて入れられるところがあるから、これはすごい便利。クラッチバッグとか、うん、もう一つ小ぶりで、うん、あのキラキラがついてるようなこういうバッグ、これギンビンちゃんなんですけど、こっちカジュアル、うんうん、で、もう一つちっちゃいとなんかフォーマル感アップするし、うん、こういうキラキラがちょっとついてるだけでなんか改まった感じがするから、お洋服でもドレスでも合うと思う。もちろん服さも入って、でペットボトルも入って、で財布も入ってっていう感じで、なんか心配で持っときたいもの全部入る、うん
これだけやったらちょっと心配、サブバッグ持っときたいなっていう時は風呂敷1枚カバンに忍ばせとくと帰り荷物増えても大丈夫やから、確かに入れといて持っていくとか、それかもう最初からバッグ2つ持ちも全然ありやと思う。でこういうのさ、中入れとくねんか。で会場着いたらこっちクロックに預けてこっち会場に持っていくっていう、スマートかもしれん、うん、やっぱ軽い方がいいよな絶対。でこのバッグは刺繍がな、宝尽くしで、宝尽くしって吉祥文様って言ってすごいおめでたい柄なんです。日本の昔の宝物がいっぱい入ってるんけど、だからおめでたい時に使うバッグ、黒やからって言ってお葬式とかに持ってはちょっといけへん、柄次第ってことですね。そうお葬式とかそういう悲しみ事の席はバッグすごい考えなくちゃいけなくって、で真っ黒じゃないとあかん、あと光沢があったらあかんとか、殺生をイメージするような革とかあかんっていうのがあって、悲しみ事の時はもう真っ黒のバッグで決まってます。これはコード刺繍バッグって言って、ここが刺繍になってて、これ全部一筆書きの刺繍なんよ。とても素敵な柄で、でも控えめで光沢もなくって、で開けるとここマグネットでピャッて開くようになってるんけど、めっちゃいっぱい入る、こんな感じです。福さんもお揃いで入ってます。さあ悲しみ事の時ってほんま急やんか、明日とか明後日とかの話やから、その時になって慌ててるとちゃんとお分かりできひんやん。しなんかこういう悲しみ事の関連の着物とかこういうバッグとか身の回りのものはおめでたい時に揃えるんやって。で私はおばあちゃんにそうやって教えてもらって、二十歳の時に喪服を一式作ってもらったんやけど、お守り代わりになるらしい。家族とかが具合が悪くなってから準備し始めたらさ、気持ち的にも落ち込んでいくから、なんかそういう成人式とか、なんかいいことがあったお祝いの時とかにちゃんと揃えておきたい、全然今買ってもいいってことですね。そうなんかあってからでは遅いから、なんか嬉しいことがあった時とか、そういう時にお守り代わりに持つのがいいみたい。で水ビアかけても大丈夫やから、撥水加工してるから雨の日やったりとかしても、全然持ってる。もう撥水加工はほんまにあった方がいいよな、汚れもつきにくいし。そうですよね。あとはもう何が入るんでしょうなちっちゃいビーズバッグ、これはもう可愛いよな、可愛い。でビーズバッグ売ってたらもう絶対私見てしまうんやけど、コーディネートの一つとして合わせたいなっていうバッグです。でこういう時はさっきのサブバッグ買ってもいいし、風呂敷とビーズバッグとかでもいい。なるほど。今も新しく作るのなかなか難しいみたいやから。そうなんですね。でもすんごい細かいですよね。めっちゃ細かい。これも全部ビーズやし、アンティーク着物屋さんとかに売ってると二度と会えないかもしれないから、本当に気に入ったビーズバッグがあったらゲットしといた方がいいかも。というわけで今回は着物の時のバッグをご紹介しました。これから着物始めようかなって思ってる方ですとか、着物のバッグに迷ってた方、そういった方のご参考になったら嬉しいです。バッグなどのコーディネートについては日々インスタグラムで写真をアップしております。よかったらフォローしてください。今回の動画の内容はこちらの本にも掲載されています。初めてさんからベテランさんまで作る楽しくなる着付け100のコツ、今回のバッグのこととか他にも100個のコツがギュギュッと詰まった一冊です。全国の書店で発売中です。よかったらお手に取ってご覧になってください。皆さんの着物ライフがもっともっと楽しくなって、タンスの着物が循環することが私の目標です。これからもよろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバーイ。